国建会日本联谊会留日大学教师联谊会11月25号中午在池袋举行两会的联合演讲会跟联席会，其中清叶大学教授神原健一以计量经济学分析儒学。日本ではその後ずっとその考えが続いてきて、儒教というのは宗教じゃないんだ、哲学なんだということで話を進めてきた。だから日本がどうしたらいいのかっていうと、今までのやり方をこのまま進んでいくしかないんですね。最後に残るのは文化だと思います。文化っていうか基本的な考え方、あるいは社会の生とか生まれたり死んだりするっていうことがどういうふうに捉えられるのかっていうのが結局のところ最後に見つくところじゃないかなと思います。演讲会第二段是由台湾科学技术协会顾问林国安博士以各国案例来解释桥梁事件的教训。大きい橋ですと、まあ、大体その定期点検とかで、あるいはその地震のあった後にその緊急点検というのがありますから、それによって橋全体を調べてですね、でどこがまずいとかね、あるいはこういうところはやはり補強するとか、ね、そういうのを緊急点検とか定期点検とか、それといろいろなその監視カメラ見てですね、でその耐震 の、 対策を練るっていうのが国建会日本联谊会会长丁宏庭表示，这几年日本大学台湾研究员增加，台湾籍老师也增多，就是一些年轻的会员啊，有你们的参加，我们这个两个会可以一直传承下去。那另外就是说，我们在业务方面呢，明年六月到六月为止的这个演讲会的这个报告书啊，就两年一度的联席报告书呢，我们会出版哈、啊。那当着我们两个会的这个时机，所以呢，我希望呢，今后呢，各位能够积极的参加本会。留日大学教师联谊会会长詹秀娟认为，台籍新学界成员加入团体，有助留日学界团体年轻化，有渐渐增加。在各大学有采用年轻的那个台湾的教师，所以现在成员每年不是只有文科的，有各个方面的专攻有渐渐增加的趋向。以后我们这个学生卷会议都会联合的把联给诺卡大学的开采，希望你们本期会上，许多今年新加入会员的新生代及刚刚来日本进行学术研究的成员自我介绍，大家联谊交流感情。台湾新闻东京报道。